どうも、ナオチンです。ユニコーンオーバーロードやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はめちゃくちゃいい感じのパーティーができましたので紹介したいと思います。パーティーこれですね。前線にパラディンとカタフラクトで、後衛にスナイパー、ワイバーンルーラー、エルフシュビラ、この、5人パーティーですね。本当にいい感じなので、とりあえず戦ってみましょう。それでは闘技場のフリーバトルに来てます。とにかく、前線硬いです。で、攻撃の要になるのがワイバーンルーラーですね。やらせません。おお、さすがに効くね。さすがに効くけども、まあ、若干は回復するし大丈夫でしょう。力を貸す。で、この攻撃がもうとにかく強い。どうだ。あー、ワンパンですね。ワンパンワンパンワンパン、こんな感じです。めちゃくちゃ強い。もちろんワンパンで倒せないこともあるんですけども、まあワンパンで倒せることの方が多いかもしれません。本当に強いです。で、装備の紹介をしていきます。まずですね、前線のパラディンからこんな感じの装備をしてます。 APPP が33ですね。で、重要なのが賭博士のコイン、これが重要です。チャンスが使えるようになるんですよね。このチャンスが、対象の攻撃力をプラス 30% で、会心ダメージを 50% アップ。まあ、命中はマイナス50になるんですけども、全然大丈夫です。で、チャンスですけども、他の味方に、バフをかけないように、飛行系の味方、これを条件につけておいてください。うん。で、ヒール使えますので、戦闘が終わった後に大概の奴らを回復してくれるので、かなり、生存率が高いですね。で、続きまして、カタフラクト。装備はこんな感じにしております。PP を多めにして、味方をたくさん守ってもらえるようにしてます。で、クロスガントレット。これを装備することによって、ガード率が 100%。もうカッチカチになりますね。続いて、後衛です。スナイパーの装備はこんな感じになってます。重要なのは、白猫耳フード。まあ、黒でもいいですね。猫耳フードが重要です。クイックアクトっていう技を使えるようになりまして、これが味方単体が再び行動します。チャージ攻撃をそのまま打つことができるので、このクイックアクトがものすごく重要です。で、作戦で、クイックアクト以外、は、すべて消しておいてください。スナイパーは、まあ、必中攻撃とかもありますけども、命中を上げてあげれば、そんなに問題ないかなと。PP がなくても問題ないかなと思います。で、ミラードグラスを装備させて、命中率を210。まあ、ほぼこれで必中させることができます。ラインショットとかがね、もしも残った敵を、倒してくれるので、いい感じです。そして、エルフシュビラですね。エルフシュビラが、このパーティーのヒーラーの役目です。なので、武器に、HP 回復量プラス 30% のオーキスの仮装、これを装備させてます。で、重要なのが、追い風のケープ。これですね。クイックムーブを使えるようになりまして、味方単体の行動速度がプラス15です。で、確実に、ワイバーンルーラーに当たるように飛行系の味方、これに条件をつけておいてください。まあ、攻撃もしてくれますけども、回復が、まあ、基本的にはメインですね。そして最後、パーティーの要となりますワイバーンルーラーです。装備ですけども、この4つ固定でいいです。もうこの4つを固定にしてください。竜騎士の槍、そして神竜の手綱、奇跡のペンダント、で、戦士のメダリオン。もう、これでいいです。もう間違いない。まず、竜騎士の槍。これで、ドラゴンダイブっていう、めちゃくちゃ強いチャージ攻撃が使えるようになります。で、もちろん、強化させて、物理攻撃力は25まで上げておいてください。んで、神竜の手綱ですね。これで、エリアルウィング。
自身の攻撃を必中にします。でさらに HP が 100% だった場合は攻撃力がプラス 20% ですね。で作戦はこんな感じで、ドラゴンダイブとエリアルウィング、これだけでいいです。他のやつは全部消しておいてください。で装備の秘跡のペンダント、これも重要ですね。 AP が初期で3になります。猫耳フードの、スキルを使ってもらうと AP がプラス1になりますので、ドラゴンダイブを2回打つことができますので、かなり強いですね。でそして戦士のメダリオン、これで会心率と攻撃力の底上げをやってください。まあ、物理攻撃力94、かなり強いです。ということでもう一度戦っていきましょう。もう一度闘技場のフリーバトルです。クイックムーブでドラゴンダイバー、これワンパンかもな。でクイックアクトでエリアルウィング、チャンス命中ダウンしてるけども必中です。またワンパン、あちょっとワンパンできないような感じでちょっとキャラ選んでみます。次はどうだ、飛行系を多く選んだので大丈夫でしょう。あ、このドラゴンダイブね、地上の敵に、50% ダメージが上がります。なので地上の敵にはめちゃくちゃ強いですね。あーまた倒した。次は硬そうなパーティーなので、耐えてくれるでしょう。私が立てる。 OK、 クイックムーブでドラゴンダイブでクイックアクトからのエリアルウィング、チャンス。どっちだぜ、2体残るなこれは。うん、でもね、ほんとこれ重装以外は仕方ないな、ほぼやっちゃうよね。これで、でまあ残ったとしても、他のキャラクターが結構ダメージ与えてくれますし、さらに言うとドラゴンダイブもう一発撃ちます。より強固に、ドラゴンダイブ次かな。行動速度速いんで意外と早めに撃ってくれます。ドラゴンダイブ OK でクイックがないので、このチャージ攻撃は一旦待たないといけませんけどね。 OK、まあ、その間に敵は1体なので、まあ、ヒーラーとかはもう確実に倒してくれるんでね。ドラゴンダイブチャンスも入った、で必中も入ってる。おお、ガードされたけども、はい、まあまあとりあえずこんな感じですね。やりましたな。はい、ということで戻ってきました。今日はですね、いい感じのパーティーができましたのでご紹介でした。前線にパラディン、そしてカタフラクトですね。で後衛にスナイパー、ワイバーン、ルーラー、エルフ、シュビラ、この5人パーティーです。装備はパラディンがこんな感じ。んで、カタフラクトがこんな感じですね。で、エルフ、シュビラ、スナイパー。で、パーティーの要になります、ワイバーン、ルーラーがこんな感じとなってます。はい。まあ、大概の敵には強いんで、ぜひやってみてください。めちゃくちゃ使いやすいと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。